前科3番、893番、チョイキ太郎です。本日のお話は、拘置所での紙貼り。これもね、あんまりしてこなかったな。っていうか、本当に期間が短いんでね。普通は、順序で行くと、留置場。それでもう、起訴されるっていうことになると、拘置所に行って裁判を待つと。だからそこで、まあ裁判が、判決が出ると、いわゆる赤落ちって言って、そこから刑務所に行くんだけど、刑務所に行くっていう風になったって、すぐに刑務所に行けれるわけじゃないですよ。そうすると大体1ヶ月から2ヶ月、拘置所で待機しなきゃいけない。そこの間っていうのは、一応もう赤落ちして確定してるんで、懲役刑なんですよ。だから、懲役刑っていうのは、働かなきゃいけないんですよ。そうすると、なんかやらなきゃいけない。もういきなり今までは私服で夏場だったらこの普通に T シャツに短パンだったり冬だったらこのセーター着てるものが全部なくなって刑務所のボロのまあいわゆる中古品ですわ新品なんかもらえないんでそれを着させられるわけですよ。これがね、たまらないんですよ。今でこそね、まあまあ、それ服でもう今、何て言うんですか？リサイクルとかでもあるけど、当時そんな人が着たもの、それも下着とか靴下を使うなんていうのもうそこがやっぱり心が折れるとこですよ。やっぱりって、もう着るのも嫌だけど着ないわけにはいかないんですよ。ね、裸でいるわけじゃないから。体に合わない、なんだかもう本当に、もうこの地上にあるものの一番粗末な服装みたいな感じなものを着させられて作業するっていうのは、まずね、最初は何だったかな？今じゃ考えられないけど、花火のアイスクリームをね、この、つけるっていう作業なんですよ。で、糊でつける。アイスクリーム状の形をしたプラスチックの花火の、そのカップの部分を、コーンの部分と白いクリームのとこ、真ん中が空いてるものを接着剤でつけるっていう作業なんですよ。で、私、その一連のものを入れてくれるわけですわ。で、それの、この接着剤見たら、もう完全に、シンナー系の接着剤なんですよ。もろにそれなんですよ。いや、こんなもん刑務所で入っていいの？って思いましたよ。自分正直言って。これ、その当時ってシンナー吸うってことは、それ中学校ぐらい吸ったことがありますから、ゴムのりとかね、パンク修理セットとか、もう今でやったらそんなのは、それがトルエンになったりして、ゴムのり、そののり状なものなんですよ。トルエン量は少ないけど、十分吸うに耐えれるものなんです。こんなもん大丈夫なのと思ってて。だから、そういうことって当時の刑務官とか、わからないと思うんですよ。その作業をやってる人たちとか。ただ、総務は分かってるんで、言ったら、これ俺いいの？って言って。言ったら、いや、これ、だから、薬物系の人には入れれない作業なんですよ。でもこれやってもらわないと進まないんで、つって、自分は薬物自販じゃないからそれ回ってきたんですよ。だからもう、部屋の中でもう、ラリっちゃってるんですよ、これ。これはなんか単発の仕事なんでって、まあ夏、そうだよね。夏の前にもそういうことだってやったんですよ。それが終わったら今度は、袋張り。いろんな袋をやったんだけど、自分が覚えてるのは、どっかの果物屋さんなんですよ。果物屋さんの袋なんですよ。それも、なんていうのかな、どこかの果物屋さんの袋なんですよ。それも、なんか袋を作るっていうと、なんか一つの紙から袋を作るっていうふうに思うかもしれませんけど、そんなんじゃなくて、まず一枚の紙があるんですよね。印刷してるって。これって袋にしてるとちっちゃいけど、一枚にすると結構大きいんですよ。それをまず胴張りって言って、一枚のする、もう丸円形状にするっていうところ、もうそれだけはまずそれだけ。折るところは折るだけって言って、折ることだけ折って、次の工程を隣の部屋、独居で入ってますから、っていう工程なんですよね。だから全然最初は面白くないけど、それをなんかまあ教えてもらって、木の棒でギュッて押して、型をつけて、もう一日座ったままやってるわけです。何の面白みもなければ、何の達成感もない。で、こう、もたもたやってると、最初はわかんないから、簡単なことだろうと思ってやってるわけですよ。そうすると、作業終わりぐらいの、まあ、午後ですよね。3時か4時、食事の前に、その作業台から何から全部出しますから、鍵を開けて。で、そこを出した時に、後で、その総付が何枚でしたって聞いてくるから、え？って、まず勘定、数えるんか思って。だったら頑張ったのにって言って、もっと頑張ってくださいとか言われて、もう次から頑張りますわね、それ。こういうノルマがあるなら、言ってくれなきゃって頑張っていると、今度はもうそういうつまらないことじゃなくて、次の工程に。ね、折り方が結構大変だったりして。でも思いましたよ。これね、フルーツ買ってくれる人に申し訳ないなと、こんな俺らが作ったようなのを入れられた果物もかわいそうだなって自分は思うわけですよ。で、これ今日は何枚とか言って。ね、それが
自分でできるようになって、あ、こうやってやるんだ、こういう風になるんだ、でもこれ、あ、ちょっと曲がっちゃったなとかっていう風になるのもきちんとやるようになって、糊もこの水とこれだよとかって言って考えるようになるわけですよ、やっぱり。糊もポンとくれるけど、水で溶かして薄めて、でも薄いと貼りやすいけど、だけど接着が弱くなるんで、やっぱりある程度の強度を持たなきゃいけないっていうから、私はそれを聞くわけですよ。これはこれぐらいでいいんですかとか言うと、そんな風に考えて袋貼ってる人がいないんでって言って、まあそんなに頑張るんならって言って、結構いろんな仕事を回ってきて、じゃあもっとこういうことができるって、すごい頑張った覚えがあるんですね。で、私はこれがだんだん気に入ってきたんで、よし、そうか、こんでもう担当もすごく良くしてくれるんで、まあそうか、刑務所も楽だなっていうふうに思ってたわけですよ。そうすると、いくつってみんな聞いてくるわけですね。そうすると、まだ20いくつだから、あ、文鮮か。頑張れよっていう。文鮮ってなんだ、うん、頑張れよってみんなすっごい気の毒そうな顔するわけですよ。うん、名家だよな、文鮮だよな、頑張れよって担当も、文鮮か。何年持ちだ。要するに、1年未満だったら分類センター、通らないですよ。1年以上あって26歳未満の初犯だったら分類センターに行く。頑張れよっていうこと、全然わからない。何言ってんだろう、みんなこんな優しくしてくれるのにって思って、移送になって、頑張れよとか言ってくれて。もう、んで、仲良かった担当とかもいるから、移送のバスに乗った時点で、なんか、他人みたいなんですよ。喋りかけれる雰囲気じゃないです。で、そこで行って着いた瞬間、ガッシャン、バスのごと入って、そのシャッターガタ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 ガシャンって閉まるわけです。もうここからもう刑務所ですわ。で、そっからもう紐になって、十字なぎになって、行って荷物持って、もうそっからすごいですわ。地獄ですわ。もう物の言い方から違うし、健康診断があるんで、こっち系、あっち系って言うから、今の私じゃわからないけど、ドキドキするわけじゃないですか。初めての環境で右往左往して何やっていいかわからないから。そしたらめちゃくちゃ多分脈拍が上がったんでしょうね。血圧が異常に高かったんですよね。で、それでもうそっから血圧が高いってことになっちゃってる。そんな普通になんて全然高くないんですよ。そうなって、ほんで部屋に入って点検つって言ったって、こうしとって違うからバインダーでバーン叩かれて、初日から、今だってもうこれは大変ですよ。あの点検棒ってあるんですよ。写真と、あ、番号と、多分生年月日が入ってるんだと思います。点検簿っていうのがあるんですよ。長いやつが。それ見ながら点検って言って何番って言わなきゃいけない。教えてもらってないから。で、あ、答えんかってパーンって叩かれて。でもびっくりですよ、そっから。で、どうしていいかわからない。だから、私はなんか、時間がその、医務に行ってて遅かったから、その、生活の仕方っていうのを教わってないままに夕方になっちゃったわけですよ。食事の下げ方もわからない。何もわからないから、言われないからわからないから、次から次へよって怒られて、朝の点検の仕方も聞いてないからわからないから、それでもぼーっとしてから怒られて。で、やっと、社防担当が来て、お前なんでこんな怒られるんだって言って、いや、どうのこうのって。聞いてないんだ。だからそういう言い訳が通らないわけですよ。で、後になって祖父が、いや、昨日あれはやってなかったんで、うんじゃーっつって言って教えてもらうのが、祖父が教えるわけですよ。その祖父がめちゃくちゃ、だから自分勘違いしてて、懲役なのに、自分をこの、もうすごい叱り飛ばしてやり直しとか言うわけですよ。めちゃくちゃ。でもそういうもんだったと思ってるから、私知らないから。で、そのまま一週間ぐらい行って分類センターに行くことになって、まあそこで今度服を工場着着替えるのに、服が合わなかったら、お前たちの体に合わせろっつって服に合わせるんだ、何が小さいんだとか言われて、でまたこの3ヶ月ぐらいやって悪い祖父のところに戻ってきて、そいつが意地悪をするわけですよね。そうなるわけですよね。まあこんなとこなんですよ、最初は。これが今伏線で、面白いのは2回目になって刑務所に行くじゃないですか。その祖父で来てるやつは初犯で、多分拘置所かなんかから移送されて、祖父で来いと、その分類センター法のところのそういうやつを指導するっていう風だから、もう自分らも何にもわからないから言うこと聞くから、調子に乗って威張り散らしたってわけですよ。で、そんな風なもんで、楽な懲役を言ってるから、今度またシャバで悪いことやって、今度また名刑に来たわけですよ。そうすると、自分らをいじめたやつなんですけど、自分らっていうのもこれ再犯になってて、でみんなそこそこの文線通ってるとか、そこそこ悪いやつだから、こいつ普通に一般交渉にいるわけですよ。まず、総府かなんかでやっぱり入って、今度いきなり飛ばれて、総府で飛ばれるっていう、飛ばれるってどういうことかって言ったら、もう喧嘩させられるわけですよ。もう喧嘩になると両成敗なれ、それが2回も続くと、さすがにもう、そういう初期とか衛生府やれないから、一般交渉に降りていくと、みんな鳩が飛んで、もうそりゃ、そうなりますわな。そうなりますわな。ね、自分のところの工場に来て、もう自分そこ長いから、いるけど、覚えてるって言ったら、いや、覚えてます。
いやー本当にあのいやいやもういいけど、まああれはあかんかったよなって話になって、本当にそういうことするもんじゃないっていうことですよね。まあ自分はそれは言わなかったけど、これ大変だぜって、そんなの本当みんなが覚えてるしって、あんたそれ知らないかもしれないけど、あれ通ったらみんなそこそこの組の人間のもうみんな偉くなってるから、これまずいよって、俺はそんなのこれ俺の工場だからさって、俺の工場って俺も長くいたから俺の工場でなんとかできるけどって、でもことの次第じゃそれはどうにもできないよ、もうどこの工場も行けないんでしょって。じゃあ女らもう昼夜間独居でいいじゃん。じゃあもうそれは何とかここに入れるようにって言うけど、まあ俺に頼まれてもしょうがないけどさ、まあ、とりあえず引き回しはするけどっつって、引き回しっていうのは自分の知り合いなんで皆さんよろしくお願いしますねっつって言って挨拶していくわけですよ。ヤクザの人はヤクザのあれだし、仇の子は仇の子で、ああもうこの子あの昔から知ってるもんでとか、だから前系で仲良かったもんで、ああそうなんだ太郎ちゃんの知り合いなのねみたいな話になっていくわけですよ。そういう風にしてことを結局ダメだったかな、トラブったかな、まああんまり覚えてないってことはそうだと思うけど、皆さんもね今はこんなと思ってもどんな風に変わるか、自分がどんな立場になるかわからないんでね、本当に。